こんにちは、辻の子です。今日は3月4日バチドレスセンター更新日。今日はホワイトデー特集。3月14日だからもうすぐっすよ。お客さん、今年のバレンタインデーはどう？あ、やっぱ地雷踏みそうなんで今日はやめとくっす。地雷踏むね、それね。ってことで今日のお品書きボード、カモン。お品書きボードか。新バッジはこんな感じ。男子っぽいラインナップ。おー、ラティオスとかいるね。リザードンとか、ニドキング。ラティオスはラティアスの兄弟っすかね。彼氏かも。どっちなんだろう。兄弟っぽいね。青い方がラティオスで赤い方がラティアスっすよ。オスだからラティオスって自分は覚えとるっす。青といえばゼニガメも見ての通り水タイプっす。かわいいね。名前にゼニが入ってるんですけど、お金で攻撃はしないっすよ。何のゼニなんだろうね、ゼニガメのゼニって。それからディスクシステム、2月21日で30周年だったっす。すごいな、30周年か。ごついよね、ディスクシステムって。リンクの冒険とパルテナの鏡、当時のリンクとピットっすよ。え、ピット、パルテナの鏡の主人公ピットって言うんだ。リンクの冒険は横スクロール、ゼルダシリーズでは珍しいっす。横スクロールなの。じゃあ今日はこんな感じで無料プレイプレゼントありがとう。でも早くない？ちょっと待って。あ、お客さん、もしかして自分ともっと話したいケースか？そうでも、いや、もちろん。バイト君短いよ最近。そうっすか、いや、照れるっすね。じゃあこっそり裏話しちゃうっすよ、ここだけの話ってことで。お、なになに？4月1日は遊びに来てほしいっす。何があるかは内緒っすけど、去年はバーバラさんがね、部屋じゃないや、バチドルセンターを占拠したよね。今自分に言える裏話はそのくらいっすかね。モノマネやって、モノマネやってくれんの？モノマネやって。お客さん欲しがるっすね。そうっすね、ツタンカーメンはこの間やったし。嘘、私のバイト代低すぎ。最近この広告見ないよね。もう前はしょっちゅう見てたけど。完成度には目をつぶってほしいっす。っていうか元ネタ知らないっすか？ちょっと前だよねそれね。モノマネって自信ないんすけど、得意なやつが1個欲しいんすよね。じゃあ今日はそんな感じで、まずは無料プレイエンジョイっす。他の選択肢だともうあっさり終わっちゃうのかな。さてと、2プレイかな。2プレイゲット。じゃあやっていきましょう。よし、じゃあ今日はこれからやっていきましょう か、ゼニガメから。かわいいゼニガメ、そしてカメックス、カメールだね。まずはそうだな、カメールを打っていく感じかな。カメールを振りかぶって打っていきましょう。ほいよ。さあどうなる。ドン。うわ、結構重たいね。思いのほかいかなかったな。もう一回お尻をポンと押し出す感じでいきましょう。キングラも落ちてほしい。いけ、よし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 、いいよ。あと2手ぐらいでいけるかな。はい、クラブキングラ、カメールゲットです。おしゃれプレイのは練習台の後で。今日の練習キャッチャーはロックマンの台ですね。ロックマン4のボスセレクトバッジ。自分のお気に入りはファラオマン。決めポーズが土曜の夜にフィーバーしてるっぽいんすよ。わかるっすかね。じゃあ練習スタート。さてと、これやってない台だね。弾きつついけないかな。真ん中から狙って。あー、なるほどなるほど。ここで落ちてはくれるんだな。もう一回ここを狙います。これでずれてちょっとずついってくれると。なるほどね、これ2個掴み無理だよね。あ、無理だ。大きさ的に無理だった。なるほどなるほど。じゃあ1個ずつ取っていくしかない。ここで隙間を狙いつつ、よし、わお、
これしんどい台だね。はいよ。7枚かな。6万台、ほんと手数かかる台多いな。さあ来い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 。おお、新台の日に大当たり出ちゃった。しかも1プレイも無料で4プレイ無料。やったぜ、これはでかい。さあ行くぜ、まずはカメックスをの取っていこう。角に気をつけてすくい上げる感じでいけ。やっぱり最後はちょっと揺れを抑えよう。最後は残っちゃうのね、はい、さあ行け、飛んでいけ。うそ。なんだよこれ、手数かかるな、ほんと勘弁してくれよ。はい、うわ結構手数かかっちゃった。5プレイかかった、5プレイもかかっちゃった。さあビビオンも行こうか。ビビオンまずは真ん中取るしかないね。真ん中の青を外していきます。取って大丈夫、今外れたけど、これでも行ってくれるよね、戻んないよね元に。よし、危ない、そのままなんか上に戻ったら大変なことになったけど、オッケーオッケー。はい、カメックスとゼニガメ、そしてビビオンゲットです。おしゃれプレイもいっちゃうよ。これ黄色狙って一番左の赤をずらせるのかがちょっと気になる。やってみちゃおうか。ちょっとずらして、あ、ずらせはしない、なるほど。じゃあ奥はしっかり狙うしかないってことだね。ギリ止め、はい、どうだろう、これ滑って入ってくれない、よしよし、はいよ、 OK。 あーっていうのやめて取れてるから。さあここは多分一手で取れるんじゃないかなね、残しても大丈夫だと思う。なのでこれは取らずにいきます、一手余った時にね。よし、次これ狙っていこうか。奥、3枚のバッジをなんとか取る、いけるかな。次やってみよう、コンと跳ねて、あ、おし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 、それ取ってくれ。オッケーオッケー、お、反動で落ちろ落ちないか。さあ次しっかりこのドクロを取っていきたいけど、頼む。いやー、このリンクどうだろう、取れるかな。集中です、いきましょう。これでも外れちゃいそう、下までは行ってくれた。さあ頼む、引っかかってくれ、お願い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 、よし、オッケーオッケー。 あのお残ししても、おいけー、いけ、よしよしよし、やりました、気持ちよく3手でねコンプできました、やった。はい、ビビオンと今日はゼルダ台もコンプすることできましたね。はい、それじゃあ今日のミバスコーナー行ってみましょう。才能を買って行きなさい。猫型ロボットの秘密道具にありそうな薬っすよね。ドラえもんの道具は確かにね、才能が開花する道具も結構たくさんあるもんね。まさかでもここでドラえもんネタが来ると思わなかった。リーフシールドで近づけない、強すぎっすよこのボス。ん？リーフシールドじゃなくて高速回転する面コースかこれバル艦長だったっけほうってマリオほうって何HP が削られている、大丈夫だったのかな。はい、今日はねここら辺で終わると思います。今日はね練習台でロックマンのねボスセレクト、そして本番台でね新しい新台、ポケモン台とねリンクとディスクシステムとパルテナの鏡が出てましたね。
計11台入ってたのかな。で今日大当たりも出てね、3台やることできました。で、1台はねあと1手でおそらく取れるので、実質3台コンプみたいな形でかなりねいいスタート切れたんじゃないかななんて思います。今回もねなかなか爆弾台とか難しい台ありそうなんで、いい感じでね取れたらぜひとも教えてください。ということで明日からもねバッチどんどん楽しく取っていこうと思います。よかったらまた明日も見てください。土の子でした。